皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回はサムレスとサムアラウンドの違いについて紹介していきたいと思います。B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄より友達登録してチェックしてみてください。皆さん、まずサムレスとサムアラウンドって言葉を知っていますか？サムレスっていうのが親指をかけないで握るやり方、サムアラウンドっていうのは親指をしっかりと握り込むような握り方、これがどう違うのかっていうところなんですけど、背中のトレーニングをするラットプルダウンをするときにサムレスをした方がいい、サムアラウンドの方がいい、いろいろ言われてると思うんですよ。サムレスで行う方もすごく多いイメージがあるんですけども、じゃあなぜサムレスにしてるかっていうところをはっきりしてる人っていうのはやっぱり少なかったりするんですよね。なのでしっかりと今回ですね、このサムレスとサムアラウンドの違いについて紹介したいと思います。パーソナルとか受けたりする方がいれば分かると思うんですけども、トレーナーによってはもうサムレスでやってくださいと言い切る人もいます。で、実際にですね、背中のトレーニングするとき握り込んでやるよりもサムレスの方が背中に効く感覚っていうのも感じやすいので、これやったら背中に効いてる感じがあるからサムレスでやります。結果このままサムレスになり続ける人もいるんですけど、まあ、サムレスのいいところといえば腕の力を入れにくいっていうところですよね。親指を握り込むと力が入ります。親指を離してあげると腕の力って入りにくくなるんですよね。ってことはですね、背中のトレーニングするときに握り込んでやっちゃうと腕の筋肉を使ってしまう。だから腕で引いてしまうから背中が効きにくくなる。だからこそみんなサムレスをプッシュしてお伝えするんですよ。しっかりと肩甲骨が動かない人っていうのはですね、サムレスでやってあげる方が腕の関与が少なくなる分、背中にちょっとでも刺激が強くなるので、ポジティブな動きをするんじゃないかなと思うんですけど、実際にじゃあサムレスとサムアラウンドどっちの方がいいねんっていうところですよね。結果的に言うと両方いいです。サムアラウンドでしっかりと背中をコントロールできる人はもう肩甲骨の動きっていうものをしっかりと意識しやすい状態の人になります。肩甲骨の動きがまだあんまりわからないなって人はやっぱりサムレスの方がおすすめではあったりするんですけど、サムレスで鍛えられる背中の部分っていうのは逆三角形、広い背中を作るトレーニングにかなり役立つ握り方になってます。なので大体サムレスでやると大円筋、広背筋といった背中の広がりを作りやすい部分を鍛えることができます。ただですね、下背部、そして僧帽筋だったりとか、グッと寄せて厚みを作るトレーニングっていうのはサムレスで鍛えるのめちゃくちゃ難しいんですよ。ボディービルのバックダブルバイポージングを取った時にサムレスで力を入れるのか、親指を握り込んで力を入れるのかで感覚で分かると思います。しっかりと下背部まで力が入るのはこの親指を巻き込んだ時なんですよね。なのでボディービルダーによってはグッと力を入れた時に親指をグッと握り込んでバックダブルバイを取ったりもします。そのぐらいやっぱり力が入りやすくなるので、もし厚みを作りたいのであればサムアラウンドの方がいいんですよ。サムアラウンドでやることによって背中のクリスマスツリーと言われるね、下背部のこの山のような形ができるこの筋肉を作ることもできますし、分厚い僧帽筋を鍛えることもできる、まあそういったメリットもあります。なのでサムレスが広がり、サムアラウンドが厚みって言った意識をしてもらうといいです。この広がりと厚みなんですけど、背中のトレーニングをしっかりと高強度で行っていると広がりも厚みもあんま気にしなくても背中がでかくなればどちらとも成長します。なのであんまり分ける必要っていうのは正直なかったりもするんですよね。ただですね、やっぱり高重量を扱うと怪我をしてしまう、そういったタイプの方っていうのは高重量を扱うと危ないっていうのもあるので、こういった細かい動きっていうのを意識しながらしっかりと部位分けをして筋肉の形を整える必要があります。サムレス、サムアラウンドの違い、この2つを理解してトレーニングすることによって背中のトレーニングかなり良くなります。ぜひ意識してやってみてください。最後にこのパワーグリップ、サムレスでやるイメージが強いこのパワーグリップなんですけど、パワーグリップを使ってもなお握り込むっていうのも一つポイントです。滑り止めになるので、ロープの方はですねしっかりと握り込んでいると思います。ただロープじゃない方はサムレスでやる人がかなり多いんですよね。パワーグリップを使ってもしっかりと握り込むのも一つのポイントなので、ぜひ参考にしてみてください。またよかったらいいね、チャンネル登録、そしてですね概要欄にはお得な情報なども掲載しております。公式 LINE でもお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。